はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマは小学校受験とは、小学校受験対策ペーパー指導についてです。それでは本日も西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、フレンドリーの小学校受験のね、ダイジェストシリーズ第7回目になりますが、今回は、ペーパー指導について、まあ、皆さん気になるところだと思います。小学校受験というと、そのやっぱりペーパー問題というのはやっぱりすごい思うかなと思いますが。はい、そうです、うん、もうペーパー問題は教室によってこう出題傾向がこう違いますので、例えば積み木を数える問題っていうのは本当に練習すれば誰でもできる問題なんですね、やり方さえ分かってれば、はい、でも実はそういう練習をすればできるような問題が回答時間というのはとても短いんです、うん、だからうちの子は積み木は問題は確実に数えられます、間違いませんって言っても、こんなものゆっくり数えれば誰も間違えないんですよ、うんうん、だからそれは向こうも分かってる、学校側も分かってるので、それはとても回答時間が短いということなんです。今先生、お教室によって出題傾向違うって言ったけど、学校によってですよね、一応。あ、そうですね、はい、まあお教室によっては指示を聞かなきゃいけない問題と、問題を中心に出すところと、それから普段ねお教室でやるペーパーでも、うんうん、練習すればできるような問題だったりって、そういう意味で、お教室によってこう問題が違うという。わかりました、ありがとうございます。フレンドリーはどちらかというと、お話がきちんと聞けないとできない問題が、うんうん、多いですね。はい、多いです、うん、だからうちの子はできるなんて安心してると、実はそれは早くやらなくちゃいけない、早く正確にするっていうことが、まず大切なんですね。はい、では他にペーパー問題で注意することは何でしょうか。はい、あとよく例えば一つの問題で図形の問題でも重ねとか、そういういろんなね図形がありますけれども、どれとどれを合わせたらこの丸になるかとか、そういうのがこうだーっと、大体そういう問題は10問ぐらいあるんですよね、うん、でその10問が最初の時は、最初は3問ぐらい簡単なんですけども、だん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 難しくなってくるという。だから最初の3問に時間をかけちゃうと、残りの7問が回答できなくなるという。そうですね、はい、で回答する、だから時間配分っていうものまでも考えてやっていかないと全問解けないと、はい、で特にこう整形小学校とか行政小学校などは、最初の問題を素早く回答してだんだん難しくなってくるので、うん、その難しい問題を考える時間をこう残すようにした方が良いかなっていうふうにいつも私は指導しています、うんうん、で整形小学校なんかはこう月齢は考慮していないように見えるんですけれども、例えば10問あったら、そのうち7問できれば全問回答しなくても、早生まれにしてはよく分かりました、よくできましたになるんですね。ただ11月生まれまではやっぱり10問あれば、10問まではできないと合格は難しいかなっていうふうに思ってます。うん、なるほど。じゃあただその闇雲にペーパーをやりまくればいいという、そういうわけではないんですね。回答する時間配分が大切であると。そうです、ね、だから最初は、私はよく言うんですけれども、最後の方が難しいんだから、うん、最初の問題はともかく早く過ぎると、でその後の問題に時間をかけるようにした方がいいよって、うん、言っています、はい、で整形なんかはお話の記憶と、昔は図形って言ってたんですけど、今はもうその2問目は何が出るかちょっとわからない状態なんですけれども、必ず黒板で説明をするので、それを理解した後、残り10問をダーッとやっていくっていう、見事にね終わりの方は本当難しいみたいなんですよ、うん、だからその難しい最後まで解いた人は結構合格率高いんですよね。だけど早生まれは半分でも、その先生が説明した意味が分かってるってことですよね、5問でも6問でもできれば、
そういうふうになんか考慮しているような気がします。はい。で、ペーパー指導、ペーパーの問題の中で、はい、必ずお話の記憶っていう課題は、こうどこの小学校でもあります。そうですね。で、やっぱり成蹊小とか行政小学校は長いんですよね、話が。それで早稲田はそれほど長くはないんですけれども、大変話が込み入ってるんですよね。で、まあこれは長い、まあ、話を聞いて質問を答える問題っていうのがお話の記憶なんです。はい、まあ早稲田は短めですけれども、うん、これは話が聞き取れるか、そして集中力と記憶力、それこそ話の理解力が必要なんです。そうですね。はい。だ特に早稲田の、お話の記憶っていうのは、ただ聞いただけじゃちょっとわからないなっていう、うんうん、その理解力が必要となってくるんです。で、それがね、やっぱりお話の記憶って、それは聞いて頭で想像して、その、なんていうのかな、様子をね、想像しながら聞くっていうのは、本当に不得意な子供ってすごくいるんですよね。うん、で、フレンドリーの子供たちも、5月現在ではそんなに得意ではないんですね。はい。ではそのフレンドリーでは受験に向けて今後どのような対策をして準備をしていくのでしょうか。はい。フレンドリーではね、たくさんのお話の記憶が作ってあるんです。うん、で、お話はわざわざフレンドリーで録音して、専門の方に読んでもらって録音してるので、まあそれが何百台もできるんですよね。はい、それも女の人の声、男の人の声ってこう分けてるんですけれども、で、そのお話の記憶を行う時期っていうのは、夏休みから9月、10月まで行うんです。で、私たちはね、楽なんです。CD のボタンをポンと押すだけでそれが出てくるから、非常に楽なんですけど、聞いてる子供たちはすごく大変だろうなっていつも思うんですけれども、で、最後はお話を聞いて、聞いて聞いて聞いて聞くんですけれども、何を目指すかっていうと、このお話の中で何が問題になるのかな。例えば、お茶、赤いね、葉っぱが赤くなってるとか、黄色くなって、あ、これは季節が来るなとかね。うんうん、そういうふうにこう、勘がね。そう、どんなことが書いてあるかっていうことも大切なんですけども、それよりも何がこの中で問題になるかっていう、こう、推測ができるまでになるように何百台も聞くというのが私たちのお話の記憶なんですけど、でよく合格祝賀会で何が大変だったって子どもたちに聞くと、ほとんどの子どもがお話の記憶っていう、あれは大変だったって、まあ確かにね、私たちは楽なんですけど、そうね、でもトラウマレベル手前ぐらいまでやってますからね。そうなんです。で、そうするとやっぱ最初はうまくいかないんですけど、だんだん慣れてくるから、かなり確率高くなるんですけれども、で、お話の記憶って、不得意だから不得意だからとは言って、今やっても時期的にはあまり良い効果はないんですね。今春頃ですね。はい。で、一番良い時期っていうのはやっぱりね、8月から本格的に始めることがすごくベストなんです。で、お話が記憶、お話記憶、お話の記憶ができるためには、もう、ともかく、たくさんやることなんですね。はい。はい。で、フレンドリーは本当に相当な問題数やってるので、もう試験までにはお話の記憶はほとんどの子供ができるようになっています。慣れなんですね、やっぱりね。で、お話の記憶は、必ずどの小学校でもこう出題されているので、絶対にできるようになっていると得です。なるほど、よくわかりました。その練習してできるというものは、そのより早くとかいうよりは、その勘をねつけていくという部分も大事なんですね。そこまで達しないとなかなかどの子でもお話の記憶というのは得意にはならないんです。そうですね、だからその域に達するには相当な量をこなさなければいけないということですね。はい、相当大変なんですけれども、はい、でも皆さんあまり最後はお話の記憶は苦労してないみたいです。はい、だからやっぱり同じ人の声、お母さんの声だけだとちょっと難しいところもあるかもしれませんね。はい、はい、ありがとうございました。はい、それではですね、次回はですね、私立小学校との中でその小学校受験、今度は
絵画について、お話をしていきたいと思います。では先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい。動画に関するお問い合わせ、教室の講座についてのお問い合わせは 03-3390-0750 までどうぞ。メールは info@friendly-school.com にお願いいたします。教室では引き続き小学校受験のこと、子育てのことお話ししてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。それではありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼いたします。